村内風景村内風景春は村内に約1000本の桜が咲く博物館明治村は愛知県犬山市にある野外博物館また明治時代をコンセプトとしたテーマパーク明治時代の建造物等を移築して公開しまた明治時代の歴史的資料も収集し社会文化の向上に寄与することを目的とする通称明治村管理運営は 公益財団法人、明治村。非常に大規模であり、その敷地面積は日本のテーマパークでは同じ名鉄インプレスが経営するリトルワールドに次ぐ第3位を誇る。歴史的建造物の多さやその広さからドラマの撮影やアニメのモチーフに頻繁に使われ、また明治東京小糸木などゲームとのコラボレーションや夏には 世界コスプレサミットのサブ会場の提供なども実施。第四高等学校の同窓生だった谷口義郎と土川元夫社長、後に同会長となるの二人は戦後の急速な経済成長の陰で失われつつある明治時代の建築物のうち歴史上にも文化芸術上にも価値があるものを末長く保ちたいとの意見で一致し、そのための財団設立を構想したのが 明治村の発端である。価値ある建築物ほど、現状のまま保存するのがベストではあるが、1960年代、当時は、経済発展が最優先された時期でもあり、事前の策として、土地開発の妨げになるなどの理由で保存が難しい、物を譲り受けて移築し、その修復、保存に努めるための財団法人を1962年7月16日に設立した。 当初の計画では、集客に有利な東京も候補地の一つとなっており、別件でたまたま買収した荒川区内の山と、毛織工場跡地が当初考えられていた。なお、その土地は、東京球場建設候補地となったため、約2、3を売却したが、残りは、子会社のニュー、東京観光自動車が事業用地として保有を続けた。 1965年3月18日、名鉄が、用地の寄付をはじめ財政面で、全面的に援助し、博物館、明治村は、犬山市のイルカ池のほとりにオープンした。海村当時の施設は、札幌電話交換局、京都西ヨ羽ネ教会堂、森大街、夏目漱石住宅など15軒だったが、2007年現在では67軒に、達している。 博物館の敷地も2倍近くの100万平方メートルに広がっている。移築された建物には重要文化財に指定されたものが11件あり、それ以外のほとんどの建物も登録有形文化財になっている。鉄道、郵便、酒造業、病院、裁判所、芝居小屋、学校、教会、東大など明治の社会。 文化の様々な領域を取り上げ、当時の建物とその内部の関連の展示で一望することができるようになっている。歴史的に貴重な文化財を保存しているとともに、明治時代を追体験できる日本のテーマパークの走りといえる。鉄道資料は、生体保存だけでなく、旧京都電気鉄道の車両や蒸気機関車など、明治の車両を胴体保存していることも特筆すべきことである。 いずれも、館内移動用の乗り物として、実際に乗車できるが、京都市電は2012年9月28日より、蒸気機関車は12号のみ2012年11月8日より、それぞれ運行を再開した。9号9藤見の鉄道1型も2015年3月15日運行再開予定。なお、名電1号は展示である。なお、すべてが、 明治時代の建物というわけではない。帝国ホテルが1923年、川崎銀行本店が1927年竣工現在、名鉄は、経営主体かつ、明治村という名称の商標権者であるが、実際の運営は2003年に設立された同社の子会社により行われている。建物の復元もしばらく中断していたが、阪神、淡路大震災で被災し、 解体保存されていた芝川又衛門邸の再建が2005年1月から始められ2007年9月に公開された。初代村長は徳川無政。初代村長が退任後、空席期間を経て2代目村長に森重久也が就任。2004年3月、小沢昭一が3代目村長に就任した。代目村長が退任後しばらく空席が続いたが、 2015年3月15日に4代目村長として阿川沢子が就任。阿川は初の女性村長である。歴代の館長は谷口義郎、関野勝、村松定次郎、飯田紀志郎。5代目館長は鈴木博之で2014年7月より中川武氏が6代目館長に就任した。西郷つぐみ帝フランス人建築家レスカスによる ものとされる、西郷継ぐの邸宅の接客用の洋館。明治10年代に建設。木造2階建て銅板武器。1964年に西郷山から一区。内部で展示されている調度品の多くは、六名館や赤坂離宮で使用されたもの。2階のベランダは雨水を流すため若干の傾斜をつけるなどの細やかな工夫が随所に見られる。 明治村一区前は国鉄スワローズの選手宿舎として使われた民を敷いていたとされ、一区にあたっては名鉄が保存していた国鉄キハ6400形状機動車の所有権を国鉄に返却し等価交換してもらう形を取った。旧、西郷津道住宅として1965年5月29日に重要文化財指定された西ヨハネ境道宣教士でもある。 アメリカ人建築家、ガーディナーの建築。日本聖光海峡と五条協会として1907年に建てられた。木造レンガ造り2階建て銅板武器。1964年に移築。細部はゴシック風である。旧日本聖光海峡と聖ヨ羽ネ境会堂として、1965年5月29日に重要文化財指定。 品川灯台の建造に使用された横須賀製鉄所レンガの刻印部分。品川灯台フランス人技師レオン・スベルニーラの設計。明治3年転倒。平井里先端までの高さは約9メートルである。現存する洋式灯台では日本最古である。1964年一築。旧品川灯台として1968年4月25日に、 重要文化財指定。ブラントンの指導の下、竹内仙太郎が製造した関東東大建造用レンガ。関東東大付属官社イギリス人騎士、リチャード・ヘンリー・ブラントンらの設計。明治6年建設。東大主の宿舎として使われた。レンガ作り平屋建て。三重県戸橋の関東より1964年移築。旧菅東東大付属官社として。 母屋と倉庫がそれぞれ1968年4月25日に重要文化財指定。札幌電話交換局防火の観点から札幌南師を用いた石像で建てられた。1階はアーチ窓、2階はマグサ窓を採用している。2階倉庫には家門が連続している。1898年建設。1965年移築。 旧札幌電話交換局者として、1968年4月25日に重要文化財指定。五福座1892年に大阪府池田市に建設された。木造二階建て杉川吹。歌舞伎や芝居のほか、演説会場としても使われ、尾崎幸雄、高徳周水も演説を行っている。旧五福座として、 1984年12月28日に重要文化財指定。1993年6月1日から6日まで、地元テレビ局のテレビ愛知の開局10周年、記念事業として、坂東玉三郎主演の特別公演を行ったことがある。テレビ愛知が坂東に出演依頼を行った際、 ご福座の舞台でなら踊っても良いという一言から、明治村を運営する名鉄の協力もあり、行われ、合計3371人が訪れた。三重県庁舎1879年の建築。設計は、清水義八。旧三重県庁舎として、1968年4月25日に重要文化財指定。 東山梨郡役所東山梨郡役所として1885年に草壁村小原西に建設された。山梨県所大幹線知事藤村志郎の推進した藤村式建築と呼ばれる偽陽風建築の一つ。木造二階建て三河原。壁は漆喰。愛工棟寮は赤羽吉蔵、工事、受け置き人、左官は 数多くの藤村式建築を手掛けた土屋昭蔵。正面にベランダを廃し、両袖に入りもやの平屋が付属した左右対称型は当時の官庁建築としては典型的である。玄関天井には土屋昭蔵の手掛けた漆喰絵が残されている。東山梨郡役所は1879年1月に根津標絵宅であった東山梨郡平等村の 平徳寺に会長する。明治18年に、超恋井淵正富をはじめとする有志により寄付が募られ、同年7月7日に寄稿され、同年8月28日に上等、同年10月10日に完成した。建設費は5600円余り。1923年3月の軍政廃止まで、軍役所として利用され、 1927年3月から1962年まで、草壁警察署長者となった。その後は、山梨市の鶴田栄一が所有し、1964年9月に、明治村に寄贈され、同年10月3日から1965年7月15日に、かけて一区が行われた。1906年5月30日には、作家の森王外が訪れている。王外は、 当時軍医官として地方視察を行っており、時気材料にその様子が記されている。宇治山田郵便局1909年建設。木造平屋建て道番武器。設計は当時の定身省の技師、白石園児である。三重県伊勢市の伊勢神宮下来前に所在した郵便局舎で、外観はハーフティンバーを基調としている。 明治時代の木造郵便局舎としては現存する唯一のものである。博物館、明治村館郵便局として営業中。旧伊勢郵便局舎として、1999年5月13日に重要文化財指定。東松江住宅1901年の建築。旧東松江住宅として、1974年2月5日に重要文化財指定。 木造建築では、珍しい3階建て。旧西音寺家沖津別邸1919年の建築。旧西音寺家沖津別邸3棟として2017年2月23日に重要文化財指定。1971年移設。帝国ホテル中央玄関、フランクロイド・ライトの代表的作品として知られ、同ホテルの建て替え構想が発表されると、 日米両国で保存を求める声が高まっていた。記者会見でコメントを求められた佐藤栄作首相により明治村に再建する案が提示された。1967年にホテルは取り壊され、1976年から10、数年の歳月をかけて移築工事が行われ、1985年に再建された。玄関部分だけとはいえ、 明治村最大の建物である。明治村帝国ホテル中央玄関として、2004年2月17日に登録有形文化財登録。リング製望機2005年12月11日リング、製望機30宝石所の四日市工場で使用されていたもので、1893年にイギリスのプラット社から購入したもの。日本の近代産業史上を貴重な資料として、 1999年に、国の重要文化財に指定されている。日本機械学会、日本の工作機械百選認定。吉花五文章付平昨晩2005年12月11日、吉花五文章付平昨晩日本機械学会、日本の工作機械百選認定。明治12年製造。工部省赤羽工作文局で、 岩手県の船舶修理工場向けに作られた、同文局で制作された機械の中で現存する唯一のものである。この平ら作版は岩手県立森岡工業高等学校の所蔵で、同校から博物館、明治村に帰宅されている。2001年、国の重要文化財に指定され、2014年、機械遺産ナンバー67に認定された。 駆動式上機動車2008年3月25日上機動車1912年技車製造製、鉄道員、自破6006を経て、日本国有鉄道機破6401。客車に、蒸気機関を取り込んだもので、一両に、機関、客室、乗務員室があり、単行で使用できる。前面の扉を開いた状態で展示されていたが、運用時は閉めていた。 鉄道記念物に指定されており、前述の経緯から国鉄より対応されている形になっていた。なお、2011年に開館したリニア、鉄道館への移設のため、2009年11月をもって、一般公開は終了され、同年12月7日に修復のため運び出された。関東大震災直後、尋ね人のビラが貼られた東京駅警備。 巡査発出初期区のよさかグラフ表第6連帯弊社、三重県神城市販学校、倉持小学校愛知県犬山市屋座内さ一、明治時代の貴重な建造物や街並みが復元されていることなどから映像作品のロケに使われることも多い。など、多数劇作家の矢と見また、プロデュースによるおもてなしグループ、歌や踊りを披露を通して、 明治時代の魅力を伝えるために活動をしている。不思議なアイテムにより現代の若者の体に偉人たちの魂が乗り移っている。2019年5月1日の令和初日にデビューし、村内にて、公演やグリーティング、建物ガイドの同行など様々なおもてなしを行っている。メンバーは、樋口一夫、夏目漱石、福沢幸吉、松井須馬子、滝連太郎、野口秀夫。 樋口一葉、女流小説家、樋口一葉。明治人体のセンターイメージカラー。赤アイテム、聖座ビエル天主堂モチーフのセンス個人。ハッシュタグ、一葉先生可憐、夏目漱石。国民作家、夏目漱石。イメージカラー。青アイテム、品川東大モチーフの万年筆個人。ハッシュタグは、漱石先生かっこいい福沢諭吉啓蒙思想家、福沢諭吉 イメージカラー、緑アイテム、内閣文庫モチーフの、本個人ハッシュタグ、ゆきち先生目に優しい野口秀夫、細菌学者、野口秀夫。イメージカラー、黄色アイテム、聖ヨハネ教会堂が、モチーフの試験官個人、ハッシュタグ、栄誉先生、かわいい松井すまこ、日本初の歌う女優、松井すまこ。主に MG など、進行役を務める。愛称、 つまちゃんイメージカラー、紫アイテム、SL モチーフの手鏡個人、ハッシュタグ、すまこさ美しい現在発表されている曲は、レモンの恋文、恋するフリーダム夢見る、リバティ、黒猫ブラック CAT- の三曲。作詞作曲は、やとみまた8。全景出展、国土交通省、国土画像情報2006年より年数回、日本経済新聞紙面において、 明治村への誘いという様々な有名人が明治村の魅力を語る広告を継続掲載中。2010年に登場した小田和正は自身が何度も明治村に足を運んだことが縁となり、名古屋鉄道の企業 CM で彼の曲が使われている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。品川灯台に関するカテゴリ。ありがとうございます。